皆さんこんにちは。今日はゴールドコーストで人気のおしゃれで美味しいカフェをご紹介したいと思います。私が思う美味しいところと、あとはお店の混み具合なんかを見てランキングを作っています。ベスト10にしたかったんだけど、あまりにもおすすめしたいお店が多かったので、この動画ではトップ12までご紹介しています。もちろんこのランキング以外にも、もっと有名でもっと美味しいお店もたくさんゴールドコーストにはあるんだけど、今回はこの12個をセレクトさせていただきました。ナイトアウトで使いたくなるようなおしゃれなレストランとかも入れたらもっとたくさんあるんだけど、今回は昼間お友達と楽しくランチをできるようなカフェだけをご紹介させてもらっています。それではランキングに参ります。まずはじめにランクインしたのはこちらのお店です。第12位のカフェリパブリック。こちらのカリフラワーワッフルのエッグベネディクトがとっても美味しくておすすめです。第11位はパームスプリングスバーレーです。こちらはフードももちろん美味しいんだけど、店員さんもとっても気さくで、何よりお店のインテリアがとっても可愛くて、白い壁にサボテンが可愛い大人気のお店です。第10位はリトルマーメイドです。こちらもお店のインテリアがとっても可愛くて、バーカウンターもあるのでカクテルなども楽しめます。続いては第9位ソーシャルブリューです。こちらは大人気のバーレーのストリートにあって、美味しいスムージーボールが楽しめます。第8位はミルクマンズドーターです。こちらも今若者に大人気の可愛いカフェで、ちょっと珍しいチャコールラテが楽しめます。続いてはブラックボードバーシティレイクスです。こちらは駐車場がいつもなくて不便な割にはいつも人がたくさんいて、いつも混んでる感じです。フードもどれも本当に美味しいし、今は新しく抹茶ラテもメニューに入っているそうです。続いては第6位ポキポキです。ここのツナミヨンっていうツナのマグロのポキボールがとっても美味しくて、何回も通っちゃってます。続いては第5位バンバンベイクハウスです。こちらのお店はパンとかケーキとかのペーストリー系がとっても美味しくて、ここのレモンタルトが私も大好きで何回も行ってます。第4位はエルクエスプレッソです。フードも美味しかったと思います。このお店は結構店舗も広いのにいつも満員で、地元の人から愛されてるお店です。続いて第3位はタルトベーカリー&カフェです。こちらのお店は新しくバーレーのストリートにできたお店なんだけど、すごく混んでいて、ショーケースの中にご覧のように美味しそうなパンやケーキがたくさん入っていて、いろいろ試してみたくなる可愛いお店でした。そして第2位はザ・カードモンポットです。こちらのお店はゴールドコーストに長く住んでる人ならみんな知ってると思うぐらい本当に可愛くて、フードの盛り付けとかがもとっても可愛いんですよね。ヴィーガンだから美味しくお野菜をたくさん食べれるっていうところも魅力の一つだと思います。そして最後に私がナンバーワンに選んだお店がこちらです。第1位ザ・トロピックです。こちらはお店のテラス席からバーレーの綺麗なビーチを一望できるようになっていて、美味しいカクテルや美味しいお料理を一緒に楽しむことができます。今までご紹介してきたランキングの中でお値段は一番高い方だと思うけれども、その分特別な気分を味わいたい日や特別なイベントやお誕生日の時に使えるとっても素敵なお店です。ランキングいかがだったでしょうか。皆さんのお気に入りのお店はありましたでしょうか。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだゴールドコーストの魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思っているので、また次の動画でお会いしましょう。